ズレンブーコーティービーサイアムコランダーオールジェネレーションどうもコランダ TV のかぐや長尾ですポチモですティユですモドリウスですナですはい、今回の企画は永田さんが1年ぐらい前の動画で言っていたあの名言声優声真似選手権での世界のエンドレス戦にご期待をというね動画がまあ概要欄を見てもらうとその URL が貼ってあるんですけどその動画の続きということでまあね時空を得て今回このような形となってエキシビションマッチをしていると思いますでね今回ねあの青りんごさんはねこの撮影のプレッシャーで体を崩してしまって今緊急入院中でしてでまあねその代わりにねあの角刈りの中尾が応援しに来てくれてるんでまあこの子は代わりに出れるっていうとこまではいかないんやけど、まあ、応援という形でやってもらってるんでお願いしますでねあとねあのその前の動画の時にポチモさんの名前出してなかったんですけど実はポチモさんも普通にあの同じ点数でおあいこだったんで今回この3人で戻りゲストポチモと TKB で、勝負してもらいたいと思いますそれでは行きましょうレッツコランダー久しぶりにねやり方の勝手とかわからんかったりとか視聴者の皆さんもちょっと忘れかけていると思うので軽く僕が説明をしていきたいと思います簡単に言うと相手から、お題されたシチュエーションをそのキャラクターになりきって真似をするというだけです、はい、単純明快では、簡単に見本を見せていきたいと思います誰かシチュエーションを教えてください角刈りがくれるらしいですなんでそんなことないシチュエーション何でもいいじゃん何々してる時じゃあ朝ごはん食った時ということで、最初誰からやりますか最初はグーじゃんけんぽいあいこして最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょ真ん中でじゃあサブなんではい、ポチモさん、お願いします久しぶりに会った人と挨拶するときおぉあぉおはようございます、永田さんはぁ久しぶりですね宝くじ当たって喜んでる時やったーやったーやったー強盗に家を漁られて有金全部持ってかれた時ディエルさんもいて全員でしょ電話かかってきた時もしもしああ永田さんああ今日は行けないですごめんなさいそれしくぼいまあ、じゃあせーので、はい、まあ行きましょうか、はい、せーのミッキーなんてバーチオラーマンミッキーミッキーうん、答えはトットゴハムダローの子牛くんでした。あ言われてみれば言われてみれば分からんわ言われてみれば一気に2連続で誰か言わないそうそれはね次戻りですなはいお答えがないあ、そうそうじゃあ俺からねカメハメハの練習をしていたところを親に見られてごまかすふんかめなんだお前なんで勝手に入ってきてるんだくそ貴様この俺の練習してるところを見るんじゃないすごい欲しかったものが手に入った時これ貴様これは俺が昔から欲しかったやつじゃないかくそー、くそったれめー俺がこんだけ脳が欲しかったものこうもあっさりとくそー、まるでバーゲンセールじゃないかそれはダメやろもうヒントちゃんとこれさそのキャラクターの言葉言っちゃって言葉言っちゃって失格やんよ失格アウトくそったれまあ、ベジータベジータまあ、この子はね、最下位ということで
何ポイント出てきて、ゼロポイントか。ゼロとこれはもうダメなやつで、うん、今暫定1位。じゃああと TKM さんお願いします。モンスターボールを投げて捕まえるとき、いけーモンスターボール。鬼ごっこをしてて、もう鬼との差がもう1メートル未満で、そのまま競ったままずっと走り回ってる時、おお、やばいねー、これはやばいよー。じゃあ俺ね、改札口通ろうと思ったら引っかかった時、ん、なんだねこれは、うん、これはまずいねこれセーブぞだからもう、なんか言われることが全てさ暴言セーブなみたいな。ズバリあれっすよね。いや、わかんないっすよ。あ、まあ、一応、まあ、まだわかんない。角刈りお願いします。待ち合わせ時間吸い取って焦っとる感じだからさそうだね、うん、これはまあ